はい、どうも。それでは、2021年の研究室公開の研究テーマの紹介をしていきます。本研究室は石川南研究室で、スタッフは石川先生、南先生と、私、助教の増田です。私がやっている研究は、基本的にはロボットの研究で、ロボットを作ったり動かしたりしています。他にも、工学的な欲求だけじゃなくて、人間や動物をロボットを用いて理解したいという科学的な欲求も持っています。今まで作ってきたロボットの中には、例えば歩くロボットや、このように人間の指を模倣したロボット、こちら学生が作ってくれた馬の形のロボットや二足歩行のロボットとかがあります。他にも、動物の形をしていない転がりロボット、三脚のロボットですとか、あと理論的な研究で、蛇型転がりとかいろんな研究をしています。で、最近私が興味のあるテーマは、例えばかっちりした電動型のロボットとか、動物を模倣したロボット、で、これらとはまた異なる、全く新たな設計コンセプトを持った新しい作り方のロボットですとか、あと動物や人間をハックする、つまり思い通りに動かすというような研究をしています。まず一つ目のかっちりした電動ロボットの話からしていきます。私が目指すロボットは、例えばですね、将来のロボットには、移動性や身体知能性、アドリブ力が必須だと思っています。で、乱雑な旧古い施設でも活動可能な移動性を持っていること。他にも、現在のロボットというのはもう計算が主流で、頭の中で考えて動くと。そういうロボットの制御方法から少し離れて、動物のように計算する前にとにかくやってみると。体で解放を考える身体知能性が必須だと思っています。他にも予測ができないタスクに当たった時にも、雑でもいいからこなせるようなアドリブ力が必要だと思っています。今のロボットは特にこのアドリブ力が足りない。どういうことかというと、自分が出会ったことのないような、計算できないようなタスクに当たった時に、問題に当たった時に、そこで何もできなくなってしまうというのが今のロボットの良くないところです。こういったロボットに動物のような適応性を持たせるために、例えばですね、このロボット、学生が作ってくれたロボットですけれども、こういったロボットに猫の制御を再現してあって、環境との相互作用のもとでアドリブによって運動を生み出すようなことをしています。で、こういった制御を突き詰めることで、今後ですね、バランスを取るタスクや、走行、歩行のタスクとか、もっとダイナミックな跳躍のタスクというのを一つの体で、ダイナミックにやってしまうようなロボットを作りたい。で、イメージはですね、バーッと走って部屋から出ていっちゃうような、それくらいの移動性を目指したいなと思っています。これが今のロボット。このように反射の制御を使って歩行することができています。で、こういったロボットの機構を作ったり、操作系を設計したりという研究をしてもらいます。他にはですね、こういった市販のロボットを購入して、ここにプログラミングをして、新しい動き方を考えるということもやっていきたいと思っています。で、他には動物を模倣したロボットをやっています。動物を模倣したロボット、こちら猫のロボットとか馬のロボットとかありますけれども、その他にも蛇や動物とはちょっと違う非生物なロボットもやることができます。で、基本的にはここに書いてあるテーマ以外のものであっても、学生の皆さんからこういった研究がやりたいんですけどと相談いただければ、そちらの研究をすることもできます。で、この話でやりたいのは、動物のすごい運動能力を再現するということです。で、例えばこれ、ユキヒョウという動物なんですが、山岳地帯に住んでいる動物で、
こういった急斜面をですね、駆け下りて、獲物を取ることができます。このように一つの体でいろんなことができるロボットの能力を解き明かすことで、これからの新しいロボットの作り方にもつながりますし、我々とは一体何なのかという、人間とは動物とは一体どういうふうに動いているのかということを理解することができます。この研究は今学生にやってもらっている研究で、馬の足を再現して理解する研究です。で、馬は競走馬などにもあるように非常に長い間走ってられるロボ、あの動物なんですが、実はその秘密は足の構造にあります。馬の足の中にはこういったように複数の筋肉と腱で複雑な構造があるんですけれども、この構造を再現して、ただこの足を振ってやるだけで、実は歩き出すということ、ロボットが歩けるということを示しました。このように地面に足がついて床反力を感じるだけで、メカニカルにこの足がぐっと伸びて体重を支えるという機能が勝手に出てくるというのがこのロボットのすごいところです。で、他にも今、猫を再現して理解する研究を行っていて、こちらも学生が、高密度な筋骨格系を作ってくれています。さらに、3つ目、全く新たな設計コンセプトのロボット。今までのロボットの作り方から、視点をガラッと変えてやって、ゼロから新しい作り方を模索してやろうということをやっています。で、他にも動物や人間を理解した後に、その制御則を逆手にとってハックしてやるということを考えています。で、まず最初にですね、この研究テーマを考えているときに大事なになってくるのが、動物とロボットのギャップです。動物とロボットって実は全く違う作られ方をしているんですね。従来のロボットの要素、例えばコンピューターやモーターというのはせいぜい10個程度なんですが、動物の体の中を見てみると、例えば筋肉、たくさんありますよね。で、筋肉にはまたセンサーもたくさんついています。で、センサーから来た情報を、処理する。神経も背骨や頭の中にたくさんありますよね。もうざっと数えて10個なんて程度じゃなくて、もう100個、1000個と。そういったレベルで、動物の体が作られているわけです。で、この動物とロボットのギャップを埋めるために、我々はロボットの作り方を一から変えてやろうと。ロボット一つの体の中に人工的な筋肉や人工受容器、人工神経などをたくさん埋め込んでやるということを考えています。やりたいことは、動物の制御構造をこういった機械式のデバイスだけで、コンピューターを用いずに再現してやろうと。それによって、コンピューターをたくさん体の中に埋め込む配線の問題や、従来のコンピューターの計算の能力の限界を飛び越えてやろうということを考えています。で、実現方法としては、こういった反射のループを、作ってやって、たくさんこの反射系を体の中に埋め込んでやると。で、動物が脳からわずかな制御を使ってこの反射、回の反射系を投与しているように、ロボットでも体を反射系としてこのメカニカルに作っておいて、それをベースにして上位からマイコンのわずかな制御だけで、全身を動かしてやろうと、こういう新しい取り組みを進めています。具体的には、こういった、神経にあたるデバイスや、センサーにあたるデバイス、筋肉ですとか、あと新しいセンサーモジュールをたくさん作ってやって、このロボットの中に一体成型してやると。こういった完成予想を立てています。こういった研究がどん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 進んでいくと、動物に、ロボットが動物にどんどん近づいていくと。最終的にはこのようなグロテスクなロボットが作れると信じています。動物の体っていうのは非常に曖昧で、どっからどこまで筋肉なのか、どっからどこまでこの腱なのかというのが本当に分からなくなっていると。
骨とこの筋肉というのも、いろんな場所が癒着して、こんなものはもう基本的には我々の今の現代の工学では作れないわけですね。こういったものを作るための新しい機械の作り方を考えていきたいと思っています。最後に、これが少し毛色の違う話だというふうに見えるかもしれませんけど、実はつながっていて、我々人間や動物の制御とか機構を理解することができれば、どうやって動いているのかというのを理解できれば、逆にその制御や機構を逆手にとって思い通りに制御してやるということができるわけです。ハックすることができる。左の研究は拍手の研究なんですが、例えば皆さん、手拍子を合わせてくださいというふうに手拍子を叩いてくださいと、するじゃないですか。そのたくさん人がいて、たくさん手拍子を揃えているところに1台ロボットを置いてやって、ある特殊な手の叩き方をさせると、なぜかそのロボットの周りの人の手拍子が揃わなくなるとか、なぜかうまく拍手ができなくなるという拍手を邪魔するロボットというのを考えています。これは今現在シミュレーションでうまくいっています。つまり人間が拍手を揃えようとするその制御則を理解することができさえすれば、それを邪魔することも自在だということです。で、右側の話はこれからやろうとしている話で、人間に、オプションで、ロボットを外からつけてやると。そうすると、なぜか、勝手に歩いてしまうだとか、なぜか勝手に歩けなくなってしまうですとか、そういう歩行アシスト、歩行ジャマーの人間の制御を理解した上で作る、人間制御のための、ロボットというのを作ろうと思っています。以上、この3つの研究テーマ、かっちりした話と動物模倣の話、そして新たな設計コンセプトの機械を作ろうという話と、人間や動物の制御を逆手にとってハックしようという話、この3つを皆さんにお勧めします。それでは皆さん、研究室で会いましょう。ありがとうございました。